こんにちは、南里穂です。今日は最新って言ったらあれですけど、韓国メイクをちょっとしていきたいと思います。今スキンケアした状態なんですけど、ミルクタッチの拭き取りコットンで拭き取っていきたいと思います。今日ね、韓国風だからカラコンつけてるんですよね。フレッシュルックのグレーです。カラコンはだいたいフレッシュルックを使ってます。でサイズがね小さいんですよ。だから裸眼っぽいんだけど色はしっかり発色してくれるから、大きくなくつけてる感があんまりない、ナチュラルなカラコンになってます。だから結構好きで、大きいのがあんまり似合わないタイプなのでフレッシュルックを使うことが多いです。ベースメイクしていきたいと思います。下地はおなじみのイニスフリーのノーセバムローションになります。もう私のなんかメイク動画見てくれてる方は分かっていただけるかと思うんですけど、おなじみになってきましたね。クッションハンデとか変えたりすることはあるんですけど、夏はもうこれ一択です。最近はなんかいいのあったら試してみようかなって思うんですけど、何回も言ってるんですけど、この時期マスクするので、もういかに化粧崩れがしないか、よれないかがマストになりますね。だから私が試してきた中で一番メイク崩れ、肌よれしにくいのがイニスフリーだと思うので、マスクしてもよれないです。私最近本当に化粧直ししてないかもしれないです。一日中外にいてもそれぐらい結構おすすめです。同じように下地もちゃんと大事なんで叩いていきます。スポンジでコンタクト入れるだけで雰囲気変わる。おー、目の裏に行った。戻ってきた。いや、あるあるですよね。お風呂とか入っててコンタクト落とさず入って、水入って目の裏に行くっていう。はい、じゃあこんな感じです。下地はじゃじゃん。今日もツヤ肌。次はクッションファンデじゃなくてファンデーションを今日はね使っていきたいと思います。ミルクタッチのマシュマロファンデーション21番です。なんかね、いつもねクッションファンデが多いんですけど、手にこうやって出していきますね。肌系のやつは手で塗りたくないので、このミルクタッチのパフ使って塗っていきたいと思います。これ結構密着してくれていい感じに塗れるんでお気に入りです。でちょっとコンシーラー、あのクマ、ここら辺も塗りたいので、ちょっと目の部分はちょっとこれ塗り終わってからやりますね。でとりあえず叩いていきます。ファンデーション系基本やらないんですけど、クッションファンデばっかなんですけど、最近クッションファンデーションっぽくってフィット感がお気に入りなので、久々ファンデーション使いましたね。これも結構叩いていってあげてください。あ、目の部分はあの毎回塗らないです。ここはね後でねシャドウするので。でちょっとここら辺塗ってないんですけど、コンシーラーを塗っていきたいと思います。イニスフリーのコンシーラー1番使います。目の下にちょんってのせてきます。小指でこうやってちょっと伸ばしてあげる感じで大丈夫です。目元明るくなったの分かります？こっちよりこっちの方が肌なじみもいいんで、なんか、ね、塗った感が出ないんで、このコンシールもお気に入りです。この目の下の部分もさっきのミルクタッチのパフで塗っていってあげます。最近の韓国メイクってマット系が増えたのかな。私も韓国でお仕事しててメイクさんにしてもらうとき、昔はツヤ肌が多かった気がするんだけど、今結構マットに仕上げてくださるんですよ。今はツヤ肌じゃなくマット系なのかな。ツヤ肌がでも好きなんですけど、最近ね夏だからマットが好きで、イニスフリーのクッションファンデもちょっとだけマット系ですね。はい、じゃあこんな感じで塗っていったんですけど、これをちょっとマットに見せたいんでパウダーを塗っていきたいと思います。ロム&のベターザンフィニッシュです。顔全体に塗っていきたいと思います。本当に色ないんで、あのツヤ感を抑えてくれる感じ、あと化粧崩れだったりとか。出ました。じゃあ次はアイメイク行く前にイニスフリーのノーセバムパウダーでアイシャドウよれを防止するためにパウダー塗っていきます。目の部分だけ。あとね眉毛もねこういう風に塗ってあげます。で次はね眉毛を描いていきたいと思います。眉毛は今日はいつもと違う、まあ、韓国縛りメイクなんでね、エチュードのペンシルアイブローのライトブラウンを使っていきます。3番です。明るいかなこれ。私今眉毛染めてるんで大丈夫ですね。明るくなかった。昔って太眉が流行ってたんですけど、韓国でも今ね平行っていうよりちょっとアーチ型の方が多いのかな。韓国のメイクさんにしてもらった時に眉毛をそんなにね濃くしすぎないで細く薄くされることが多いです。こんな感じです。でもアーチ型になってますよね。眉毛描く作業が一番めんどくさい。分かっていただけますか。アートメイクしたいんですけどね、でもそれしちゃったらどうなんだろう。メイクによって帰れなくなっちゃうかな。まあ平行っぽいんですけど、シュインって
緩やかなカーブを描いてます。これ描きやすいエチュードのやつ。じゃあ次はアイメイクに入りたいと思います。デイジークのシャドウを使っていきたいと思います。アイパレット、アイホール全体に薄いブラウンを引いていきたいと思います。うん、発色がいいな。アイシャドウパレットって楽しいですよね。なんか何個あっても飽きない。同じような色でも買っちゃう癖があります。で次は二重幅のところなんですけど、最近は赤っぽいブラウン系が流行ってるのかな。デイジークのやつなんですけど、さっきのが1番で今から二重幅は2番の方を使って、この真ん中の写りによってピンクっぽく見えるかもしれないんですけど、赤系ブラウンなんですよ。これを使ってで二重幅を描いていきたいと思います。こんな感じです。塗ったらね、ナチュラルなね、赤系ブラウンみたいな色になります。最近アイシャドウはブラウン系より赤こ茶ブラウンみたいなのが色が好きです。じゃじゃん、ハイライトを使っていきたいと思います。ビジュアルのオンリーグローミニクッション。見た目ね、こんな感じでクッションマンデっぽいんですけど、これを手でボン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 ってして、キラ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 ですね。私がいつも毎日メイクとかでもしてた、パッて明るく見せる感じ、目元とかを感じで眉毛の下にハイライト入れていきます。これクッションついてるんですよ、実は。これで塗っていきますね。じゃじゃじゃん、お、ツヤが出た。で、そしたら次はキラキラをつけていきます。さっきのアイシャドウパレットの1番のここの部分使いますね。このね、あのキラキラのシャドウすんごいキラキラするんですよ。可愛くないですか。キラキラはいつでも定番ですね。流行りとかない気がします。韓国メイクって聞いたらみんなどんなの思い浮かべるのか。ツヤツヤ涙袋とかですよね、やっぱり。動画で伝わるのかな。結構ね、動画だったらツヤツヤ系に映ってるんですけど、結構肌マットなんですよ。実際マット系が多いって言ったけど、ツヤ肌やんけってこの動画だけ見て思う人いるかもしれない。結構これマットなんですよ今ね。でもハイライトのおかげで今ツヤ感が出てるように見えちゃってます。じゃあ次はシェーディングしていくんですけど、ロム&の2番です。 V ラインシェーディングしていきます。鼻もシェーディングしていきたいと思います。私韓国のメイクさんにメイクしてもらう時もシェーディングバチバチに入れられるんですよ。まあ私も入れてくださいって言うんですけど、すごいシェーディングしてくれる方が多くて、こんな感じになりました。で、特に私は目の間が広いので、シェーディングすることによって鼻も高くなって目の幅も狭まって見えるかなって感じです。あとは涙袋をしたいと思います。シリのアネモネです。チック用なんですよね。でも私は涙袋に使っちゃいます。こんな感じ。これ結構オレンジメイクする時とかにチークとして、私はこれをいつもピンクのチークとミックスして使うんですけど、これ実はめちゃくちゃ涙袋に塗ったら自然なんですよね。いつも紹介してるアディクションのやつも使うし、このシリのやつも使い分けてます。アイシャドウの色とかによって。こんな感じです。自然ですよね。すっぴんメイクとかにもめっちゃ肌なじみいいからなじむと思います。ちょっと涙袋描いていきたいと思うんですけど、さっき使った私はアイブロウで描きます。このエチュード描きすぎるとまあ大変なことになるんで、ちょっとだけこうなぞっていきます。基本涙袋はアイブロウで私描いちゃうことが多いです。眉毛の色とね、合った方がね、自然な気がするから。全然違うよね、ほら、ぷっくり。目尻のとこ下ライン引いていきたいと思うんですけど、2番のデイジークのさっき紹介したパレットの2番を使います。2番の一番濃いよね、ブラウン。これ縦幅に長く見せるのかな。最近ね、韓国もね、横に見せるより縦に大きく見せるメイクの方が多い気がします。そのお仕事でメイクさんにしてもらった時にこういうやり方をしていただいて、動画とか見てるだけじゃ韓国メイク伝わりにくいんで、やっぱ本場のメイクさんとかのを見て真似する方が一番韓国メイクっぽいですよね。じゃあ次はまつげですね。これも毎回おなじみのコーチーのやつ、ビューラー使ってやっていきます。これね、本当だったら韓国はバリ箸みたいな長い棒でこうライターで炙ってやるんですけど、私はそれもうビューラーに直接ライターかけてやっていきます。やりすぎると本当まつげ切れちゃうので、ちょっと冷ましてからやってください。マスカラはシリーのブラウン使っていきます。今ね、韓国も昔だったらもうブラックのマスカラでつけまバーンっていう感じのメイクだったんですけど、最
最近ねブラウンのマスカラ塗ってもらうこと多い気がします。あとつけまつげカットして部分的に強調したいとこだけつけまつげつけてメイクしたり、なんかね韓国もね最近はねナチュラル志向になってる。でもね韓国メイクのメイクさんとかってうまいんですよね。なんかしてないように見せてでも結構がっつりやってるっていう、凝ってないのに凝ってるみたいな、そういうのがすごくうまくていつもねしてもらうの見てて勉強になるなと思います。チークは今日はちょっとオレンジ系使いたいと思います。ミルクタッチの1番。チークもねピンクっていうより最近ねオレンジ系が多い気がします。こんな感じピンクっぽいオレンジになってくれるんですよね。でもあくまでも韓国メイクなんでチークはちょっとナチュラルめに入れます。あと眉毛だけちょっともうちょっと足しますね。韓国系の動画で見たいやつあります？皆さん何が見たいのかな。韓国系だったら練習生的な話とかですかね。やっぱり聞かれること多いから、まあ、いつかそれも動画に出そうと思ってます。あ、ちょっと待って、前髪がまたヤバそうだから下ろしときますね。これ事件起きた、またこの状態でちょっとあの放置しときます。リップを塗っていきたいと思います。モアートの私がウェブドラマまた出会った君でキャラクターコラボリップですね。バントコーラルになります。私があのパッケージのやつですね。これは日本でもコスメ屋さんとか行ったらまだ販売してます。とりあえず真ん中だけ塗っていきます。伸ばしていきます。昔はティントみたいなのが流行ってたけど今マット系が流行ってるじゃないですか。これもこんな感じでマットです。じゃん、韓国風メイクしました。どうですかね。ツヤ肌が一時期ブームだったんですけど今リップとかもそうだし肌とかもマット系が流行ってる気がしますね。マット系が主流になってるのかな。だから私も今日は唇もマットにしました。結構全体的に見たらチークもオレンジ系だしリップもオレンジ系だしアイシャドウもちょっと赤茶ブラウン使ったんですけどオレンジメイクっぽいのかな。サナがしてる感じに似てるかもしれない。最近の韓国メイクが流行ってると思います。皆さんもぜひ真似してみてください。今日はね、全部韓国コスメメイク縛りでしてみたんですけどデパコスとかもめっちゃ好きなんですけど日本のプチプラとかも私の毎日メイク見ていただいた方とかわかると思うんですけど結構好きだけどでもやっぱ韓国メイク好きですね。やっぱ日本とまた違った良さがあるし結構韓国コスメって発色にこだわってるアイシャドウとか結構多いんでやっぱり大好きだと実感しました。まだ日本であんまり知られてないアイシャドウパレットだったり今日使ってみたのでぜひ気になった方はお買い求めください。はい、今日は南里穂の韓国コスメメイク縛りでした。皆さんぜひ真似してみてください。この動画が良かったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。